上村合戦とは、元気元年12月、海都な野を地盤とする武田市の軍勢が、徳川市の本拠地である三河を攻めようとして、進軍している途中で、東美濃の豪族と大山市の領地江なぐ城村へ、侵入したために、遠山市と徳川市の連合軍と衝突した合戦。武田氏方が勝利した。しかしその後、織田信長から派遣された名地光門の軍勢と、 小田子村で戦い信濃の稲組へ撤退した。六十一年徳川市から人質として、松平玄三郎が武田氏に送られたが、元気元年講習を脱出した。秋山虎重は、松平玄三郎を預かっていたため責任を償うために、元気元年12月、三千余家を率いて、東美濃の遠山市の領地の一部を通って、徳川市の領地の奥三河へ向かおうとした。 しかし当時を組川の土豪の参加味方衆は徳川氏の家臣でありながら武田氏にも密かに内通していた。また以前岩村東山氏は武田氏に侵入していたが、この頃は織田信長の年下のおばのおつやの方が岩村上主東山影党の夫人となっており織田方となっていた。東山氏は明治城の東山影行を総大将に、召し 狭間城の東山友勝、千段仙壇林城の吉村玄三、串原城の東山右馬之助、五郎京京小,小里城の小里三次、鉱山城の平井区内昭遊高校、阿岐城の炎山坊、そして徳川氏は、三加三方州、三河州を派遣して合わせて五千人で備えた。東山景行は、それぞれの深度にある飯田道の当てら取りで、 上村の前田取り漆原の漆原城に兵を入れ自身は、岩井戸取でで指揮を取ることにした。武田軍は部隊を三つに分け、本隊は、根場村から、大桑峠を越えて、小笹原を通って、前田取でを、残りの二隊は、平屋村から、あてら取でを、小田湖から、漆原城を、それぞれ目指した。12月28日愛嬌の地で、串原遠山市千人が、 武田軍の持月勢を攻撃して戦闘が開始した。初戦で持月勢が引き下がる様子を見せたので、串原勢は木に乗じて攻め立てたが、持月勢は足場の良い場所で踏みとどまり左右両翼に兵を広げて、原、柴山勢の兵は串原勢の両翼を攻撃し、さらに持月勢が正面から攻め立てたから串原勢は敗北した。遠山の番手が、 櫛原勢に代わって戦おうとしたが、敵勢の攻撃が激しくてことごとく崩れたのを見て、総大将の遠山景行は備えを進めて戦おうとしたが、先区の秋山勢の500人が傾向の背後に出て奇襲を行い、前後から攻撃した。傾向は奮戦したものの遠山氏は一族、老党がことごとく破れ去ったので、5から6名の兵と共に結露を開いて落ち、 漆原の山中にて自陣した。その場所は、炎山塚として現存している。また徳川方から派遣されたものの、武田方とも内通していた、奥平定吉ら、参加三下方衆と三河衆2500は、遠山氏が惨敗する様子を見て、ほとんど戦わずして早く退却し、おののの居城に逃げ行った。関営書家系図伝によれば、この合戦に参加した、 炎山荘の遠山市勢には、遠山景行、小里三寺、飯狭間の遠山友信が記されている。遠山市は、岐阜城の織田信長に対し、武田勢が美濃に迫ってくることを事前に伝えていたので、信長は、明智光連と配下の軍勢を送り、12月29日に、美濃と三河の国境の村である織田湖にて、秋山勢と戦ったという。 光門は秋山が軍律を知ったものであるから、その裏を図って四から五箇所に副兵を仕掛けて、日攻めで追い立てたという。三日間にわたる激戦の末、秋山勢は、敗れて、死なのに撤退した。明智年府、小茶家家父は、元気三年説を取るが、武田三大期、美濃国初級期は、元気元年説を取る。ありがとうございます。